この前、手相占い行ってみたんだけどさ。おう、どうだった？いや、そもそも僕、手相占いとか信じてないからさ。え、そうなのか。うん。だって、人の手のシワにケチつけて、金取る仕事だからね。いや、言い過ぎだろ。そもそもほとんどの占い師がコロナ言い当てられなかったじゃん？その時点で、占い自体が嘘だってことが証明されたよね。まあ。っていうかさ。ちょっと待て。お前、占い結局どうだったんだよ。いや、肉球だったから占いできなかった。占いができなかったことを根に持ってるだけだろ。